おはようございます。速稼塾の久保です。4月も今日で終わりですね。4月30日5時56分の相場解説になります。ドル円の1時間だけを見ていますけども、ちょっと黄色いね抵抗ラインが消えちゃったんですけども、もう一回引きましょうか。ここにレンジの時のね線がこういうふうにあります。ゾーンが2つで、この間をずっと行き来してきたわけなんですけども、ここら辺から高値が切り下がってきて、ここを突き破ってですね N 字を書くようにしてここを落ちていきました。そしてもう一回 N 字を書いてこういうふうに落ちてきたわけなんですよね。で、昨日はここで止まっていて、ここが上に行ったんだけども、もう一回ね N 字を書いたらまたね売りで取っていけると。でも今それ分かりませんよね。で、こういうことも起きうるんですよ。これがねこのまま上に行くこともあるんですけど、その可能性は低いです。だいたいね行くときってこういうふうにダブルボトムを描いて W を作りながら W の右辺が強いを勢いづいて上に上がっていくんですよ。これ非常に大事なことですよ。で、綺麗な W ではないですけども、こういうふうに右肩上がりのダブル構築もありますね。そうするとここの勢いはさらに強くなって上の方に伸びていきます。よろしいですか。ここはねもう辞書に載ってるぐらい大事なことですよ。ですんでこれからの動きが、今これちょっと下がり気味ですよね。下がり気味なんですけども、これがどうなるのかなんですよ。今まで通りドーンと突き抜けて下の方に行っていただくんでしたら問題ありません。まだね下げトレンドでございます。ただここから転換が起きてくる、その予兆としては横一線にね収束していく流れが一個、これは警戒しなければなりません。そうするとここと同じようになりますからね。ここと同じように、あ、ちょっとここですよ、ここと同じようになりますね。これが横に横ばいレンジになるようでしたら。でもそうではなくて、これが下がるんではなくてね、今下がってるけど、こういうに行くようでしたら、ここね、ネックラインを越えたあたりからエントリーすると、買いでエントリーすると、まあ往復ビンタで取っていけるかなと思います。ただですね、厄介なのはね、これがね、こうなって、この辺で、まあ、この辺でね、こうなることはあんまりないです。このネックラインを割ったら、まあそのまま下行きますよ。高い確率で。100% ではないですけどね。まあ、ですんで、こういう風になります。今ね、上級者の方は、ここから売りに入っていいですよ。ね、余剰資金もあると思いますし、それなりのリスクエッジは取れると思いますから。でも、いつも通りですけども、中級者の方は、もうちょっとね、こう動いて、この辺りですかね。この辺りで入りましょう、中級者の方はね。まあ、自分が初級者なのか中級者なのか上級者なのかわからないってことは、どこでエントリーを決めれるかによって小ロットでね、まあ初級者、中級者、上級者決めてもいいと思います。で、初心者の方は十分ね、あ、消えちゃった。十分ここを超えてから、超えたのを確認してからエントリーしてくださいね、初心者の方は。そうすると確かにこっからここはね取り逃すんですけども、ここは取れる人は上級者ですからね。だから初心者の方には無理です。うん。だからここをね、この下げトレンドだと思って、まあ根っこから入ろうとするとリスクを高めるんですよ。で、たまたまうまくいったらそれがね間違った成功体験になって、コツコツドカンのドカン食らいますからね。ご用心ください。それでは解説はここまでなんですけども、ちょっとね夕べの見てみましょうか。夕べの2020年4月29日の23時42分。昨日の日付変更線のあたりですけども、ここ、ヒゲが出てるでしょ?ここね。今、丸の間ですよ。カーソルがすぐなくなるんですよね、これ。ここ、ヒゲが出てますよね。だから、ここから、このヒゲを当てにするんだったら、下がって、ここからね、入ってもいいと思うんですよ。私の場合は、そこは入りますからね。私の場合入りましてる。このまま下に突き抜けると思ってますから。ちゃんとリスクリワードも取ってますし。ただ、現実はどうなのかっていうと、ヒゲが出たんだけども、思ったように下がってないんですよね。とりあえずは、まあ、損失はほとんどない状態で今推移してますけども、ちょっと上上がったらもう、手数料分損失ですからね。で、ロットがでかいんで、まあ、1ですけども。やっぱりでかい数千円とか損がすぐ出ちゃいますから、4、5000円の損をずっと眺めていくのって精神衛生良くないですからね。まあ、ですんで、その精神が持つ方はね、根っこから入ってもいいんですけども、大抵の方はちょっとまだ無理だと思いますんで、まだね、入らない方がいいと思います。ということを申し上げて、今日の相場解説を終わります。今週もありがとうございました。